注目のカルチャーとテックをディグル。欲望の S. N. S.。<S はい、えー、カルチャーとテックをディグル、欲望の S. N. S. 始まりました。アクセンチュアの田中裕子です。伝統舎のしだらです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しだらさん。はい、昨日ちょっと、あの、面白そうな記者発表というかね。そうなんですね。だっ,って、聞きましたけど。行ってきましてですね。うん、実はアマゾンさんで。うん、オーディブルというオーディオブックのサービスが。 まあ僕らあのこの欲望の SNS もポッドキャストから始まって今 YouTube とかに配信してますけど結構僕ら音声コンテンテツにこだわってやっててやきたじゃないですか、はい、実はそのオーディブルっていう会社は皆さん知ってる人も多いんですけどアマゾンさんのオーディオブックの,あのコンテンツを出すプラットフォームでまあ僕の本業の伝統者の方でももう数年ぐらい前からまあいわゆる書籍をアナウンサーの方とかが読んでオーディオブックで配信っていうのをやってきたんですね。うん うんうん、でただあの最近、まあ、世の中でもいろんな Spotify だったりあと最近あれですよねネットフリックスも音声やるみたいなニュースも出てましたね。た中でそんな中で、まあ、オーディブルさんとしてもアレクサエコードットとかそういうオーディオ,ディオデバイスも出てきてうん、うん、結構ですね実はこの12年ですね コンテンテツ制作に力を入れてたんです、ね、そうですすねねそうよなんかすごいたくさんタイトルが出てきてますよね<る>今。もともとがオーディオブックなんですけど、うん、結局そこからオーディオ本じゃなくてもどんどんと音声コンテンツ作っていこうってことでうん、うん、実はあの僕がやってる新しい経済っていうメディアもですね約半年ぐらい前から、はい。 耳から学ぶブロックチェーンとか仮想通貨耳から学ぶ、うん、で特別番組を出していて今構造上、うん、オーディブルさんって月額1500円の会員になるともちろんそのあの1個ですねコインがもらえて、うん、あのオーディオブック何か1つ聞けるんですけどそれはまあ普通に本を聞けるんですけどそれ以外に、はい、1500円の会員になるとタダで聞けるっていう。 番組があるんですね。あ,ありますでもそれは無料なその会員の人だけが無料で聴けるコンテンツゾーンがあってうんでそこであのニュースピックスさんとかあと僕らの,その新しい経済とか、うん、あと吉本さんのコンテンツとかですね、うん、そういったポッドキャストみたいなのが結構あったんですけど、えー、昨日あったですね、発表はそこにさらにもう力を入れるということで、うん、まさにオーディブルオリジナルっていうですね、うんうん コンテンツシリーズを出しますという記者発表。来ましたね。うん、もう Amazon vs ネットフリックスのね、うん、今度は動画から音声の vs っていう。そうなっていく。でこれちょっとまああの面白いのが、うん、Amazon さんの中でもオーディオ系って二つあって。ほうん、なんですか。オーディブルと Amazon Music があるんですよね。ああそういうことか。<う><で>なるほど。 ややこしいのがアマゾンミュージックさんも最近ポッドキャストを始めて実はこの横暴熱戦で SNS も配信してる <laughs> あそうかそうかプラットフォームとしてはそっち側なんですねプラットフォームというか自由に載せられるようなものそうそうだからで、まあ、それは多分成り立ちとしてはオーディブルさんもともと別会社でアマゾンさんグループに入ったっていうところがあるので、ね、あなるほどそうなんですよ だから結構、アマゾン、これを言っていいのかな、裏話ですけど、結構僕、アマゾンの人とも仕事してるんですけど、アマゾンの人とオーディブルの人って、ちょっと結構ですね、うん、同じグループ内でもなんか、その社風とか雰囲気も違ったり、違う,う,んう。だからも、もともとのオーディブルのあった、なんかその独立性みたいなのが結構認められてるんじゃななないいかなみたいなうーんえじゃあ、オーディブルにも載せられたりするんですか、こういうコンテンツ。 えっとですね、オーディブルは今なのでそのユーザージェネレーティッドコンテンツみたいなものは載せられないんですよオリジナルのみってことです、ね。オリジナルを僕もそうですけど、うん、オーディブルさんと契約して配信をしていくという。だからどっちかというとクロームだからネットフリックスっぽいのが今はそのいわゆる音楽以外の音のコンテンツでネットフリックスっぽいのがオーディブルで。 なるほどでアマゾンミュージックはスポティファイっぽい音楽うんそこでもラジオが聴けるよっていう。理理理解、理解、理解しましまたなるほどねそうですで、ポッドキャストをやってるのはなのでアマゾンミュージックさんでっていうことなんですけれども、まあ、結構今その音声に関してですねあのリリースが続いてる中で。 僕も昨日、それでまあ自分も番組配信してるっていうところで呼んでもらって聞きに行ったんですけど、うん、結構これ力入れてるなっていう内容えー、えどんなコンテンツがあるんですかなんか日本柱だったんですよねえっとね具体的には実は4つ発表されてたんですあ4つすごいすごいで一、えー、つがですねまずですね ViceJapan さんとさん Vice! 僕も大好きなんですけど大好きあの<う>あれですね94年にカナ,カナダで創刊されたちょっとサブカルというかアンダーグラウンドカルチャーみたいなエッチ聞いてるメディアです <laughs> 大好きですあの54の71の方が今編集長やられてますはい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 、うん、オルタナティブロックバンドのそうそう,そうでバイスはまあ昔から動画コンテンツとか積極的にやってたんですけど、えーうん、今回そうですよねってことでなんとヤクザ・オブ・サーガーっていう <laughs> 結構まあこれ19日から配信されてるんで僕も早速聞いたんですけどまさ<え>にななそうした音声ドキュメンタリーどんな内容なんですか潜入する感じですかえっといくつかのまだ1回目なんですよ1回目は結構70年代80年代ぐらいから、うん、その親分になった自分で組を立ち上げて、うん、で最終的には90年代にいろんな容疑をかけられて逮捕されたりとかを繰り返してる。うん ある、えー、とそれも偽名なんですよ、ヤクザの方が出てきて、1回目の内容は実際何、なんでこの道に入ったかとか。お<ー>でそれ聞いて、まあ、これはネタバレになるんで言わないんですよ、ドラマがあって、うん、みたいなところで、実際、その本人、でその周りの組員さんとかにインタビューした内容が、えー、4四50分ぐらいでまとめられてるオーディオドキュメントめちゃくちゃ 濃いですね私あのすヤクザと憲法って映画を昔見に行った覚えがあるああいう感じですかねで昨日の発表でもちょっと強調されてたのが、うん、やっぱりテレビとか通常のメディアで言えないことあと顔を出せない人とかもそっかなるほどね、うん、一応偽名だったり声も微妙に変えてるらしいんですけどあ声変えてるんですかと,とにかくエッジの効いたものを出していきたいなというところが1個の発表ですね。サーがね、はいサーが それで、うん、でも結構この,この系のコンテンツいったのっていうのは結構勝負だなと思ってて。ですね、うん、攻めましたねそうそうアマゾンさんっぽい。あとは <laughs> 要所の「えー、とリーンスタートアップ」っていうですね私、うん、売れた本のですねあのニューヨーク・タイムズのベストセラーの作家エリックの。 オオーディオコンテンテツ、うん、まあこれは海外で売れてるビジネス書の日本語版をすぐ出しますよって発表が一つと、うん。なるほどでもう一個あって、えー、と3つ目が面白かったのがオーディオファーストパブリッシングっていう企画が出てきたんですよ。でこれ実は、うん、あの新潮社さんと組んでやるみたいなんですけどえー、面白い今までのオーディブルって本が出たあとそれを読むっていう逆に音を作ってから本を作るってことを。 企画してるみたいで面白いこれ自体はまだえっ、ー、とあれなんですねあの来年かな来年からスタートするんですけどいわゆるあのまだ明かされてないですけど大物作家さんとかが、うん、そええええ物語を作ってえええええその後えっ、ー、と本が出るということをやるし だなとでまあうちもなんかねそれ興味あるんでやってみたいな新潮社さんだけでもなくて伝統者ともやろうよと思うねうん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 で,でもいいです、ね、そういったコンテンツはこれ来年やりますと面白いそれなんか俳優さんとかもねいい俳優さんが声優さん的にアサインされたりしたらなんかあの音声から入って書籍になって映画化みたいなこともありますよね、うん、あると思いますうん、うん、で多分そのなんかあの今 えっと世の中ではスーパーアプリ化みたいなことも言われてて、うん、要は中国の方のアプリとかだと、うん、もう初めはそこで,あのなんでしょう1個の機能だったのが買い物もできて、決済もできて、うん、みたいな要は1個のウーバーみたいなの込み込み,、ね、込み込みになっていくみたいなムーブメントがあるんですよね。うんうん、で、えーっと、意外とそのコンテンツ業界もそういう流れにあると思ってて、やっぱり海外の事例では実は、えー、っと Amazon Music で、えーっと デミー・ムーアーさんかなデミー・ムーアーさんがポッドキャストオリジナルで出してでそれがその後映像コンテンツになってアマゾンプライムで見れるみたいな。だから結局多分コンテンツもその本だったり音だったり映像みたいなことをなんか一個のプラットフォーム内がこう。 なんか成長させていくみたいな、まあ、スーパーコンテンツ化していくみたいなことに流れになりそう,うん、うん、ちょっと話ずれちゃったんですけど流れはなんか来てるのかなと思います。うんうん、で、だからそれはちょっと詳細わかんないんですけどちょっとすごく期待で4つ目がこれが一番のメインの発表なんですけど監督があのー、メガホンを取ってですね映像をあれだ そうアレクシシアアレクシ、ねうん、アレククねサじゃなくて <laughs> アレクがカタカナで死が漢字だね。ウジですよねこれ完全に聞く映画で映像がない中でで出演するのもすごいんですよね。山寺光一さんとか声優のカジさん。あと窪塚洋介さんとか、うんうん、あとまああのエヴァンゲリオンの。 ミサト役、ミサト役の人ですか。ミサトじゃない。セラ、セラムンのウサギちゃん。そう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 。ミシコトのさんですね。うん。あのそういった方が出ていて、で実は昨日実際ですね山寺さんと久保塚さんとカジさんが登壇してそこで、でちょっとそのえっと下向けにこれもでも上がってるんでぜひ見ていただきたいんですけど、エキシビジョンみたいな感じで芝居生的なシーンもありながら。何それ、熱い。 これ自体は実は2000、今の時代設定なんですけど、100年後の2020年から、犯罪の AI と警察の AI が、それぞれの現代の人に入って、で、えっ、ー、と、そのカジ,カジさんが主人公なんですけど、そこには山寺さん扮する警察の AI が、いきなりアレ,、はい、アレクサに入ってくるんですよね。で、なんで入ってきたかっていうと、犯罪者が今この時代に来てるからなんですよ。でうんうん あともう一人、えーと、なんかそのもうフリーあのニートのパンクロッカー、中年パンクロッカーみたいな人のスマホに、クライム AI、要は犯罪者の AI の、窪塚洋介さん扮、うん、する ASKR っていう AI が入ってくると。うん、あ、それは犯罪者側そう犯罪者側。窪塚さんは犯罪者側の AI 役。あ、<で>山寺さん VS 窪塚さんってことなんですね。そ,うそういう形でただお互いは、AI、なんでそれを、うん そのなんですか宿った端末を持ってる人たちが、うん、この現代でこう、うん、いろいろバトルするみたいな内容でこれは1話から3話まで公開されてるへ面白4四5 0分ぐらいあるのが12話なんですよ12話、うんうん、だからこれ言っちゃうとめちゃくちゃ尺が長くて確かにあの結構逆に映画じゃ撮れない長さなので。 でその他もちろん豪華な俳優さんとかアサインしてて堤監督が撮ってっていうことで、うん、これはあの結構国内でも一番お金かかってんじゃないかないコ,ンンコンテンツですよね、うん、初めてのそうそうそう面白いで僕も3話聞いたんですけど結構、うん、まあコミカル要素も堤監督なんで強いしでいて結構その未来の話テクノロジーとかが入ってくるので非常に楽しく。うん まあ続きめっちゃ気になるな,なへえいやなんか梶さん主人公だからすごいアニメっぽく聞けそう <laughs> アニメっぽいちょっと演出もありますよねうんうん、うん、楽しそう でも、まあ、このよ、四タイトルで、実際配信されてるのは、えっ、ー、と、そのアレクシーとヤクザのやつかな。うんうん、ボイ、バイスさんのやつなんですけど。こが。<laughs> まさに、あの、ネットフリックスは、今もネットフリックスオリジナルっつって、こう、ガンがんやってるじゃないですか。うん、そうですね。でオーディブルさんが、オーディブルオリジナルっていう。 まだ今後もこれコンテンツ増えていくと思うんですけどもうんうん、うん、面白そうじゃあこれあれですねあのローンチされて、まあ、私もちょっと聞いてみたいと思うのでまたそのタイミングとかで感想誘拐みたいな感じしましょうか、うん、あだからもうすでにあれですよ実は昨日記者発表が19日にあって、うん、その日のよ昨日の夕方からもう公開されてるのでもうすぐ聞いてもらえると思うでただまあ最終話まで行ってないんで一回アレクシーなんかを全部聞いてみてうんうん、うん で結構ね、昨日出てたあの山寺さんとかも言ってたんですけど、うん、なんかあの、やっぱり隙間時間とかながらで、うん、もちろんもうどっぷり世界観に入って大音量で部屋で暗くして聞いてもいいけどなんか移動しながらとか聴けるのがめちゃくちゃやっぱりメリットだとかうと言ってたのでまさにそういう感じでなんか聞いてもらうとなんかいいのかな。うんうん でも結構ね没入するようないいコンテンツになってて、えー、実はですねこれあんまり言えないんですけど僕の、まあはい、僕もまあ長くこの音声コンテンツやってるんで結構今いろんな会社からこういう話来てるんですよ。うん、でうちもそういうとこにいろいろ提案してたりするんですね。うんうん、であの、まあ、あのいわゆるボイシーみたいなものだったりスタン,ディングみたいな個人が配信できるようなものも増えてきて。はいうん なかなかそのマネタイズが見えないってい音声コンテンツの状況ではあるんですけど、なんかちょっと来年はこういうふうに派手なコンテンツ、揃って,きて楽しそう、楽しそう、楽しそう、なんかあのアメリカのねあの、ポッドキャストがこう伸びてるのと同じ流れですよね、そういうドラマコンテンツとかドキュメンタリーとかね、うんうん、楽しみ、じゃあちょっとこれは引き続きウォッチですね。はい、引き続き、うん、で僕らもね、はい、ベースはあのポッドキャストでやってますんで。ええ ちょっとね、ここら辺の音声ビジネスどうなるかみたいな話も今後もしていきたいなって,ってしていきましょうあの目指すはオーディブルのコンテンツとしてあの <laughs> そうそう招待してもらえるように <laughs> オリジナル作らさせてほしいです作りたい作りたい<語>めちゃくちゃ一応営業めっちゃしてます僕今それ営業さすがさすがあ<の>私は<う>どんなところにも乗り込むんでそうだから欲望の SNSS オーディブルバージョンみたいなかっこいい、まあ、スファイバージョンみたいな作れませんかねみたいな かっこいい、かっこいい。ことをやっていきたいんですよね。うん、うん。やりましょう。はい。はい。ということで、今回はちょっと盛り上がりつつあるオーディオ。コンテンツ。そして、まあ。なでしょうね。あの記者発表の内容についてお話しました。うん。はい。ぜひぜひ、皆さんも聞いてみてください。私は、あのアレクシと。ヤクザ。ヤクザ。ターガ。ヤクザサーガ。 ヤクザさんが、ヤクザさんが最後まで見切るか、正直ちょっと不安ですけど、あの冒頭三話ぐらいちょっとよ、見てみたいな。聞いてみたい。か聞いて,て聞いてみます。切ないんですよ、一話目の話が。切えないのが悔しい。<laughs> あの、このチャンネルとか、ポッドキャストの画面にもリンク貼っときますので、ぜひ皆様。<ぜひ S 2> はい。はい。<はい S 1> 聞いてみてください。それでは。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。 今注目のカルチャーとテックをディグる。欲望の SNS